はい、皆さんこんにちは、毎日折り紙です。本日の折り紙教室はですね、はい、こちら、はい、猫の、指人形を折っていきたいと思います。まあ猫とか犬とかのね、うさぎとかの顔は折ったんですけども、それからねちょっと工夫して後ろにね手を入れるスペースを作りました。なんでね、はい、指人形としてお使いし使ってね遊んでいただけることができる折り紙を折っていきたいと思います。はい、こちら、はい、で、色はねいろんな猫がいるのでね、いろんな折り紙を使ってください。で、まあペンでね最後にまあ目とね口を描いて完成という形なんで、ペン一本何でもいいです。用意してください。では、折っていきましょう。まず、折り紙。はい、この状態ね、はい。三角に折ります。ここね、三角に折るときに、綺麗に折れるようにしてください。よし。はい。で、三角。三角ね、ここの隙間がないように綺麗に折ってくださいね。はい、そしたら三角を下にした状態、この状態にしてもらったら、今度はこの下の角にこっちとこっちの角を合わせるように折ります。この三角、この角ね、角を合わせるようにね、止めたら、あとは、ピッ、ピッと。はい。で、こっちも、残りね、こっちも角も、こんな感じで、よいしょ、合わせて、止めると。はい。こうね。はい。たら、こういう風に合わせております。そしたら、ここまでね、いったら、今度は耳を上げます。この耳の大きさは好きな位置。ちっちゃい耳がいいんだったらちっちゃい耳。ね。大きい耳がいいんだったら大きい耳。で、この隙間をね、ちょこっとだけ開けた方が可愛くできますね。はい。こんな感じでしようかな。ただ逆にこっちも同じように同じ位置で折ってください。はい、こう。そしたらね、これが耳になるので、こんな感じ。はい、で、そしたら次に折るのが、今度この頭の上の部分。の耳の端と耳の端、この端のところで折ります。はい。こんな感じね。端と端のところで折ります。はい。そうするとこんな感じになりますよ。はい。ね。はい。そうしたら、今度ここまで折ったら、この下が2枚、こう広がってます。広がってる上の1枚だけを、このね、上のところに、これぐらいでいいかな。これぐらいでもいいし、これぐらいでもいいし、ここで、こんなもんでいきましょうか。これぐらい。で、折ります。はい。で、折ったら、今度この1枚の上を、この中、この下、この下に、シュッと入れます。ほい、ほい、こんな感じ。ね。そうするとね、ここでね、手がこうやって入るようになるんですけども、あとは、猫のね、顔を完成させていきましょう。はい。そしたら、下。三角に折ります。
よし。ね、はい。たら、あとはこの上の三角の角を戻します。そうするとね、はい。な感じで、花の出来上がり。はい。そしたら、この状態で、最後もう一回裏にしてもらったら、このね、このこっち側の部分、こっち側の部分を斜めに折ります。この斜めに折るのは、猫の顔の形を整えるのと、手を入れた時に、これだとね、こうやって広がっちゃうんだけど、これを折ることによって、ね、ほら、広がんないでしょ？という形なので、そんなにね、折らなくてもいいんですけど、どんな猫の顔の形にしたいのかっていうところもね、いろんな風に折ってください。もっと広く折ってもいいし、浅く折ってもいいし。はい、すると、これでひっくり返してもらえると、じゃん！はい、完成です。はい。ね、かわいい猫の折り紙の完成。ね、指人形裏に手を入れて遊ぶことができます。はい。あとは最後に、ここに、ね、目。あとは口。ひげ。はい。これで完成です。ね、色はもう好きな色で描いてくださいね。で、幅を広くするとこんな感じね。はい。ね、全然折り方は同じだけど、全く違う感じになるでしょ。もうね、自由に折ってください。はい。はい。本日は猫の指日形。ね、後ろから手を入れて、指人形として遊べる折り紙を折ってみました。はい。ね。はい。で、次もね、指人形シリーズが3つぐらいあるんで、その3つ折っていきたいと思いますので、ぜひ次も見てください。では、本日の折り紙教室はこれで終わります。さよなら。